第10レース準決勝1着で勝ち上げました福井の脇本幸選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。志田選手の先行からすごいかかりでしたけど、ついてどうでした？そうですね、結構きつかったです。あの作戦としては、あの作戦で効いてたのかどうかちょっと分かんないですけどそうですね、もうあの行けるとこからっていう作戦だったんで、まあ、しっかりあの後輪だけ見て、あのあとはもう自分の仕事、まあ、出れるところで出て、それでどれだけ粘れるかっていう作戦でした。山田選手が4番手にいて、まあ、仕掛けていたところ、まあ、出るタイミングっていうのはどうだったでしょうか？そうですね、ホーム過ぎて後ろ見たときに、まあ、杉選手が来てるのを見えたんで、もうそこからもう踏もうと思ってました。まあ、1着で、まあ、3番手の藤井選手も3着で入って、まあ、この1勝もすごく大きいんじゃないかなと思いますけど。そうですね、あの、まあ、その自分の1着がすごく嬉しくて、あの3着気にしなかったんですけど、あのライン入れたのはすごい嬉しいです。まあ、これで兄との連携が、まあ、まずは自分が勝たないとっていうことだったと思いますけど、まあ、近づいた、まだ分かんないですけど。そうですね、あの兄が、あの優太が勝ち上がっていることをあの願ってますできれば、もしのた前もありたい。そうですね、あの優太次第でお願いします分かりました。じゃあ地元の決勝、最後意気込みをお願いします。そうですね、あの兄弟連携できて、そのまま兄弟でいい着取れるように頑張ります。よろしくお願いします。